はい、皆さんこんにちは。今回は本当に久しぶりにフォートナイトやりたいと思います。何ヶ月ぶりだろう。つうかこのゲームは何をしたらいいんだ。ファルコンを、正直何をしている。登れねえ。敵が見えてなくない？全くわからないんだけど。武器もどこにあるかよくわからんし。新たな情報ケースが回収可能。死んだ。なんじゃこりゃ。あ、武器持っとるんか最初から。でもスナイパーライフルやし。全く訳が分からん。新たな情報ケースが出現。操作方法が荒野行動に慣れすぎて全くわからん。泳ぐのがめっちゃ早い。スナイパーライフルの特徴がちょっと見える。選択してください。新技術利用可能。にゃにゃもちもち痛い。新たな情報ケースが回収可能。死んだ。選択してください。なんかよくわからんからとにかく倒そう。画面の起動暗い。クリエイチ君が落ちた。うわ、敵強いな。ハイパーも全然当たらない。なんやら、エリアズです。助けて。待って、エリアズ痛い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 。あ、死んだこれ。負けました。うわ。あ、
三本止まるけど、あー10しかない、残り体力が10しかない、一発でも食らったら終わるわ。やった、ドラえもんって情報ケースが出現。みんなからさ、このゲームで何したらいいわけ？ようわからん。なんか100人対戦じゃないよね。バトロワはあると思うんだけど、やり方がわからん。スパイ技術を更新する。とにかく目の前にいる人を殺す。バトロワあるんですよ。うちのおったし、死んだ。なんかどうしよう、あいつら。これ何やったら勝ちなんか負けなんかがよくわかんねえ。あ、どうかどうか、もう無理無理。あ、撃たれたか、助けて。あ、すっごいの悪くて、今てめえ、てめえ、速攻してなかった。技術を選択する。あっ、した。もう嫌だから、もう遠くからこれルート。ちょっと遠くまで行ける。マジだ。選択してください。情報ケースが確保されました。なんか変な音が鳴ってる。新たな情報ケースが回収可能。ひどいな、てめえらひどいよ。ルル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 ルこのままバイブレーション。このままバイブレーション。こっちだ。ちょっと150点取ったら勝ちか。あー、ほんとだ。あとちょっとで負ける。ルール分かりやすいけど、なんていうんだろう、ルールが難しい。いや、普通のバトルロイヤルやった方がもっと簡単や、ルールは。コールオブデューティー、あれバトルはあるんですよ。へえ。いつも自分がやってた、一緒にやってたモードがバトルはじゃなかっただけで、バトルは普通にあるんですよ。情報ケースが確保されました。あ、地雷だった。いった、そっちだった。ちょっとダメ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 。何それ、チート。いつもチートムーブやめてよ、チートムーブやめて、チートムーブダメ、チートムーブダメ、チートムーブダメ。
え、待って、どっからかライフルで撃たれた。うわぁ、落ちてみんな。はい。なんで、たぶん自分たちだな。いや、こいつらがプロだけで、僕らなんで。いや、初心者も清めろ。でもまあ惜しかったっちゃ惜しかったんじゃないかな。まあ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 15差ぐらいだな。え、次のステージへ X でも、え、待って、次はちょっと一回戻ろう。ステージ変えてみよう、これ。あ、じゃあ兄ちゃんロビーも。